こんにちは、芦田瑞希です。久しぶりの、ね、更新ということなんですけども、今日はですね、本の紹介をしていきたいと思ってます。今日紹介する本はこちらのね、サピエンス全史、サピエンス全史、ちょっと どういうふうに読んだらいいか分かんないんですけども、ユバル・ノア・ハラリという人が書いた本ですね。この方ですね、この人はイスラエル人の歴史学者ということで、この本の内容、一体どんな内容なのかっていうと、まあ、簡単に言えば我々人類、まあ、学名で言うとホモ・サピエンス、まあ、そのサピエンスですね。そのサピエンスが、どのようにしてこの地球全体を支配するに至ったのか、まあ、その歴史を、まあ、かなり大きな視野でまとめた本ということで、こちらが今上巻になってるんですけども、私が読んだのは、上巻だけですね。で、まあ、下巻を今読み途中なんですが、まあ、もうすでに上巻だけですごく面白かったので、その面白さをね、伝えていけたらなというのと、まあ、あとは、ね、私は本読んでも割とすぐ忘れてしまうので、自分のね備忘録としても、このね、喋ることによって、まあ、記録に残りますし、記憶にもね残ると思うので、ちょっと話していこうかなと思います。いや、この本ですごくね面白いことっていうのは大量にあったんですけれども、まあ、まあ多分この本がね、多分一番言いたいテーマの一つなんじゃないかなと思うんですが、やっぱりね衝撃的だったのは、人類が作り上げたものっていうものは大抵が想像上のものなんですよっていうことなんですよね。で、特にその中で面白かったのは、人類が作り上げた想像上のものでやっぱり代表的なものっていうのは宗教になってくると思うんですよ。イスラム教、キリスト教、まあ、仏教とかね、まあ、いろいろ宗教はありますけれども、宗教っていうのは想像上のものだっていうことは結構簡単に理解できると思うんですよね。まあ、明らかに神様っていうものは存在、ね、しないっていうとちょっと反感を買いますけど、基本的には、まあ、科学的にはしないと考えられていますよね。はい。で、じゃあここがポイントなんですけど、資本主義とか国とかそういったものって存在してますかっていうことなんですよ。実は日本っていう国は確かに我々人類の中では確実に存在しているっていうことにはなってるんだけども、じゃあ例えば宇宙人がヒューってある日地球に降り立ちましたね。で、例えば中国人とか韓国人とか日本人をこう見ました。果たして分かりますかね、差が。きっと同じようなアジアンチックな言語を喋っている似たような顔の人間ってことは多分見れば判別できると思うんですけど、まあ、その程度だと思うんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、日本っていう国を勝手に決めてるのは人間だけなんです。動物にとってそんなこと知ったことないし、宇宙人から見ても知ったことじゃない。つまり日本っていうものは想像上の産物なんですよね。じゃあ同じように資本主義、まあ、その中で例えばじゃあ会社、まあ、会社っていうものはありますよね。で、会社員になるっていうことは一応手続きっていうものを踏むんだけども、実はこの会社員になるっていう手続きっていうのは宗教に入信する手続きとすごく似てるんですね。例えばキリスト教で言ったら、キリスト教っていうのはキリスト教信者になるためには洗礼というものをしなくてはならないそうです。聖なる水というものをぶっかけて、まあ、キリストの肉体である、まあ、パンと、あと血液ですね、ブラッドである、ワインを、なんか飲むんだか食べるんだかよく分かんないんですけども、まあ、そういった一連の手続きを経て晴れてキリスト教信者になることができるんですけれども、結構、まあ、ごめんなさい言っちゃいますけど、バカバカしいじゃないですか。そんなことでキリスト教信者になる、と勝手に思い込んでて、すごいこう、まあ、滑稽だし間抜けだな人たちだなって思うんですね。ごめんなさい、これは言論の自由なんて言わせていただきますけど、私個人的にそう思うんですよ。じゃあ何々会社の社員になるっていう手続きがそれと比べてバカげてないかというと、実は同じぐらいバカげてることなんですね。っていうのは、例えばこう会社がここに入りたいって言ったら、あ、じゃあ面接をしますと。で、面接をして、まあ、そのね、社長だか取締役だか分かんないですけど、その人がいいですよ、あなたを社員として受け入れますよってこう表明しますよね。で、そしたら雇用契約書っていう、まあ、書類にこうサインをして印鑑を押します、ね、実はこの契約っていうものは我々人類が勝手に作り出した想像上のものなんですよ。だってこの紙になんてはっきり言って何の意味もないじゃないですか。意味があるって我々が勝手に決めてるから意味があるっていうことなんですよね。
まあ、キリスト教だったらそれを、まあ、聖なる水をぶっかけるとか、まあ、そういったことで決めてますけど、株式会社に例えばあの社員として入りましたっていうのを決めるのはその用紙に書く、ただ行為が違うけども実は宗教とやってることは一緒なんですよ。そのぐらい我々の、まあ、人類の生活っていうものは想像上の秩序によってあの保たれてるんですよ、まあ、動いてるんですよっていうことが、まあ、この本の中で書かれてるんですね。僕はそれに非常にあの衝撃を受けました。実は法律も、まあ、国もそんなものは存在しないんですね。でここにねあのアメリカの独立宣言について書かれてるんですけども、ちょっとその一文をね、読みます。一文というのはアメリカの独立宣言の一文ですね。我々は以下の事実を自明のものとみなす。すなわち万人は平等に作られており、奪うことのできない特定の権利を造物主によって与えられており、その権利には生命、自由、幸福の追求が含まれる。僕ねこの文章すごくね好きなんですよ。アメリカの独立宣言、まず万人は平等に作られてる、ね、平等に作られているし、奪うことのできない特定の権利を与えられている、つまりこれ人権のことですよね。その権利には生命、自由、幸福の追求が含まれる。これあの我が国の日本の、まあ、憲法にもすごく似てるなと思うんですけど、僕これすごい美しくて、まあ、かっこいい素敵なあの独立宣言だなと思うんですけど、著者はこのね独立宣言をもう根本から否定してるんです。実はこんなものは存在しないよ、人権もないし、ね、あの平等なんてものはこの地球上ではありえないことなんですよ。でもそれをあるよねってみんなで決めてそれを守っていこうねって勝手に人類が規定しただけなんですよっていうことが、まあ、この本に書いてあって、考えれば確かに当たり前のことなんですよ。当たり前のことなんだけども、どうも我々は普段例えば人権というものが存在する、パワーハラスメントが存在するって思ってるけど、それは我々が想像上で勝手に作り上げたものなんですよねっていうことなんですよね。だそれが、まあ、この本を読んで非常に衝撃的だった、一つの、まあ、なんていうかな、訴えていたことですね。まあ、他にもね面白いこといっぱい書いてあって、で、まあ、読んでいくとね結構衝撃的だし、もうすごくショッキングだし、あの先ほどのその、まあ、人権とか国とかあの平等なんてものはあの実は存在してないっていうことを非常に論理的に明確にあの書いてくれたおかげで僕結構へこみました。マジかと、人権ってないんだと、まあ、当たり前ですけどそんなものは存在してないんですよね。ね、すごくあの、まあ、ショッキングなあの本です。ですけども、でも人類というものをこうすごく、ね、俯瞰してあの見ることができます。でこの本の、ね、まあ、後半には貨幣についてあの書かれています。お金ですね。お金っていうものは人類にとって一体どんなものなのかっていうことが、まあ、書いてあって、でそれの内容も、ね、非常にあの面白かったので今度、ご紹介しようかなと思います。以上、ユバル・ノア・ハラリ著のサピエンス全史ジョーについての紹介でした。じゃあね。